エトラちゃんは見た。私はユリ、とある会社の新人 OL。 これは私が尊敬する先輩、ツツジさんのお話だ。そしたらね、これをコピーしてファイルに閉じておくの。それでこの作業はおしまい。ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。ううん、また何かわからないことがあったら聞いてね。まだ入社したばかりで、右も左もわからない私にとってツツジ先輩は頼もしかった。説明もわかりやすく、丁寧に教えてくれる。何よりとても優しく、緊張でガチガチだった私は心が安定し、仕事がやりやすかった。私もツツジ先輩みたいになれるように頑張ろう。そんなある日のことだった。へえ、ゆりちゃんってエトラ高校出身なの？同じだね。ええ、そうなんですよ。そうだったんだ。私の妹も同じ高校でね、ゆりちゃんと同い年だから、もしかして知り合いかも。ゆずりはっていう子なんだけど知ってる？え、あのゆずりはちゃんですか？クラスが違うので私は会ったことないんですけど、ゆずりはちゃんは有名で。そこ、ちょっとうるさいんだけど。あ、ごめんなさい。このあかね先輩は何かとつつじ先輩を目の敵にしており、一緒に行動している私にも必然的に当たりが強かった。割と派手めで外交的な性格の人のため、おとなしい私たちが気に食わないのかなと思っていたのだが。ところで、落ち着いてからって思ってたんだけど、ゆりちゃんには先に報告。私今度結婚するんだ。おめでとうございます。誰とですか？あのね、いやー、ありがとうございます。おめでとう。もう席は入れてあるんだな。ええー、あとは結婚式だけですね。ツツジ先輩の結婚相手は非常に明朗快活な性格の赤松先輩という。意外なカップルにみんな驚いた。スピード婚ってやつだな。大丈夫か？どうせ赤松がグイグイ押してきたんだろう。ツツジちゃん、嫌になったらすぐ離婚するんだぞ。ツツジ、聞くな聞くな。まあ俺がもうアタックしたのは確かだけどね。初めは驚いたものの、ツツジ先輩が幸せそうならと私は温かく見守っていた。ところが、じゃあ飲みに行く人。元子よ、せっかくなんだからツツジさんといてやれよ。新婚だろ？だってよ。いいのいいの、赤松さん楽しんできて。ほら、本人もこう言ってるんだよ。ツツジさんかわいそう、全然構ってもらってないじゃない。毎晩遅くまで遊んでるみたいよ。新婚の自覚がないんじゃない？ああ、時折不穏な空気が流れていた。ツツジ先輩、一緒にお昼食べましょう。あ、ゆりちゃん、うん、食べよ。ちょっと待っててね。大丈夫ですか？顔色悪いですけど。あんまり寝れてなくて。これ赤松さんに渡してくるね。え、赤松さん、さっきラーメン食べに行くって外に行きましたよ。行こうぜ。え、そう、大丈夫ですか？話を聞くと、赤松さんは家事をすべてツツジさんに丸投げ。それどころかご飯を作らせては勝手に外食で済ませるなど、勝手な行動が多いらしく、辛労のためか日に日にツツジ先輩は弱っていった。な、余計なお世話かもしれないけど、きちんと話し合った方がいいんじゃないですか？うん、でもなかなか話し合う時間もなくて、帰ってくるとすぐに寝ちゃうし。でも結婚って歩み寄りかなって思うから。ごめんね、心配かけて。でも大丈夫、あの人が私のことを好きって言ってくれて、私すごく嬉しかったの。だからそのうちきっと変わってくれるって信じてる。ツジ先輩、時間を作ってちゃんと話し合いするね。ありがとう。本当に大丈夫かな？優しいツツジ先輩が弱っていくのを目の当たりにし、私は言い知れない不安を覚えた。そしてその不安は的中する。ゆりちゃん、お疲れ。あ、お疲れ様です。なんか最近暗くない？悩みあるなら聞こうか。え、いえ、別に。何、もしかして警戒してる？さあ、固くなんないでさ。俺既婚者だよ。相手がゆりちゃんならツツジだって何も言わないだろうし。あ、私、その…何、赤松、そんな地味な子引っ掛ける気？なんだよ、いたのか、あかね。そんな子ほっといてさ、また私と飲みに行こうよ。だな。じゃあ、お疲れ、ゆりちゃん。ノリ悪いんだから誘わなきゃいいのに、あんな子。あいつ、おとなしそうだから、多少強引にすりゃ来ると思ったんだよ。しらけるわ。遊び相手なら私一人で十分でしょ、この浮気者。新婚なのに早速浮気されるなんて、
辻さんかわいそうだってよ、思ったよりつまんねんだよあの女。まあどうせ文句言わねえからいいや。やべ、聞こえちまう。どうせあんな子何もできないよ好きって言ってくれて。その時私の心は決まったのだった。いやおめでとう、二人とも末永くお幸せにな。うん、つつじくん元気ないけど大丈夫かい。今日は主役なんだから笑顔笑顔マリッジブルーってやつですよ。まったく気が弱くて先が思いやられますよ。地味なウェディングドレスよね。私だったらもっと可愛いの選ぶわそうね。まあどんくさいツツジさんにはお似合いかもね。続きましては神父様の妹さんによるサプライズスライドショーです。え、そんなのあったのか。興味ない。ん、なんだあれ。この間は楽しかったね。早く会いたいな。俺もだよ、今から会っちゃう。だから LINE しててツツジに疑われないの。大丈夫大丈夫、あいつ今飯作ってるから今から会おうぜ。はい、うーん、うーん、会いたくて会いたくて震えちゃう。会いたくて会いたくて震えちゃうってめちゃめちゃ合ってるじゃないかなんだこれ。実は私はツツジさんの妹ゆずりはちゃんに全てを話したのだ。もともとゆずりはちゃんは学生時代から蝶がつくほどのお姉ちゃん子で有名で、何かというとお姉さんであるツツジさんと行動していた。そしてあんたなんかがお姉ちゃんと釣り合うと思ってるの。あ、いや、チャラいノリして話しかけないでよね。行こうお姉ちゃん。ゆずりはったら変な男がまとわりついたとなると容赦しないことでも有名だった。ありがとうゆりちゃん、報告してくれて。社会人になってからは別々に住んでたから発見が遅れたわ。赤松がそんなやつだったなんて。うん、余計なお世話かなって思ったんだけど、つつじ先輩のためにもって思って。人をバカにしてるわ。目いっぱい恥をかかせてやりましょう。私証拠集める。そこまでしなくても。ダメよ、そしたらこっちだけが損じゃない。このまま離婚したらあいつらきっと結婚するわよ。針の後ろで生きていけないくらいに制裁してやらないと。お姉ちゃんしっかりしてよ。赤松さんも茜さんも最低よ。こりゃ修羅場だ。悪いけど帰らせてもらうぜ。今日のところは帰らせてもらうけど今度話し合おう。赤松くん、茜くん。あんたのせいで。あんたが何かしたんでしょう。そうとしか考えられない。何よもう。あんただよ、陰キャなくせに私から赤松奪っておいて。おとなしく家政婦扱いされてりゃいいのよ。警察呼んで。どういうことなんだこれは。ちゃんと説明しなさい。こいつだよ、こいつが全部あれ。おとなしい顔してくだらないことしやがってよ。うわあ、私前つけてくれんね。てめえみたいなつまんねえ女、結婚してやっただけありがたかうまいよな。おい、ツツジ待てよ。なんてこと言うんだお前は。これ以上恥をかかせないでちょうだい。さてその後の赤松さんと茜さんは悲惨なものだった。茜さんは器物損壊として警察行き、会社も解雇となり、さらに当然ツツジ先輩側からも不貞行為を働いたとして慰謝料を請求され、破れかぶれだ、逆に名誉毀損で訴えるなんて息巻いているようだが、やったことがやったことなだけに分が悪そうだ。赤松が好きだったのに見下していた女に取られて頭にきた、隙を見て不倫を働いたと白状していたが、全く同情できるものではない。また一方赤松さんもまた悲惨な末路をたどった。当然離婚、慰謝料についても証拠が揃っているためなすすべがなく、相場より多めに支払うこととなった。さらに親戚一同からも絶縁され、会社は解雇こそ免れたものの地方へ左遷された。だが壮絶なスライドショーの噂は地方にも飛び交い、針のむしろだとか。赤松さんが仕事を辞めるのは時間の問題でしょうね。自業自得よ。それより土壇場でお姉ちゃんの目が覚めてよかったわ。あのビンタ強烈だったわね。恥ずかしいな。でも二人のおかげだよ。私
お人よしすぎたのかもしれない。その優しいところがツツジ先輩の魅力でもあるんですけどね。今度からは自分を大事にするから、二人ともありがとうね。その後、ツツジさんとゆずりはさんは招待客へ。ご祝儀などは全額プラスアルファで返し、方々を謝ることで周りへの理解は得られた。それどころか逆に同情と応援をされ、頑張ってね、一安心といったところだ。またフリーになったことで早くもツツジ先輩を狙っている男性社員が多数いるそうだが、前より自信がついたことと、わーい妹がいることも周知されているので、もう心配はなさそうだ。ご視聴いただきありがとうございました。見下していた女に好きな人を取られたって、それは自分が勝手に思っていただけですよね。本当に同情できない理由すぎます。いや、どんな理由があったとしても肯定できるわけじゃないですけどね。浮気ダメ、絶対です。何はともあれ、最低な人とこの先一生過ごさなくてよくなったり、自分に自信をつけることができたなど、結果的には良い方向に向かってよかったです。今度は幸せになれますように。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。